こちらの延長九伝物は、現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。第五席。禅之進を亡くした中根禅衛門は、娘に早く養子を取らせようと勧めます。用語解説。窒居。外出しないこと。警母。 ママ母のこと水島太一が悪年の星するこれが初めでございます若いうちは色気からとかく良賢の狂いますもので血気未だ定まらずこれを戒むる色にありと申しますがすこぶるべっぴんが膝にもたれて一杯お上がんなさいよなぞと言われると 下戸でも茶碗でぐーっと我慢して飲みまして、わずらうようなことがありますが、惚れ抜いているものには振られ、ことに綿部を打ち破られ、そのころ武家が頭に傷ができると、屋敷の門をまたいでは帰られないものでございました。また一は無分別にも、中根禅の芯を一刀両断に切って捨て、 毒食わば皿まで眠れと海中物をも盗み取りましにやりましたところの二十両の金はあるしこれをもってま又市は越中の国へ蓄電いたしました。こちらは翌朝になりましてもお帰りがないというので下男が迎えに参りますと七軒町で「かようかよう」という始末。 まず死骸を引き取り、剣死沙汰。ことに上役のことでございますから、内分の計らいにしても、重役の耳へこのことが聞こえ、部屋住みの身の上でも、中根禅の進、何者とも知れず切害され、二つかの至りというので、父前衛門は、百日の間、撤居いたして、まかりあれという御沙汰でございますから、 翌年に相なりようやく実居がゆりましたなれどももう五十の坂を越しております前衛門大きに気力も衰え娘おてるというがございまして年十九になりますからこれに養子をいたさんではならんと心配いたしておりましたがちょうど3月末のこと前衛門が遅く帰りまして 前衛も、ちょっとお前、妻、お帰り遊ばせ。いや、帰りにね、武田へ寄ってきた。おや、だいぶお帰りが遅うございますから、どこかへお立ち寄りと存じまして。少し、喜ばしい話があるが、はい、こういうわけだが、かねてお前も知ってのとおり、 昨年、せがれがああいうわけになって、私ももう、勤めはつらいし、大きに気力も衰えたから、テルにどんなものでも養子をして、隠居して楽がしたいわけでもないが、養子をいたさんではと思っていたところが、幸いと、武田の次男、十二郎が養子になるように相談が決まったよ。おやまあ、 それはどうも、この上もないことでございます。お屋敷うちでも、親孝行で、武芸といい、学問といい、あんな方はございません。評判の良い方でござりますね。それにあれは、武田流の軍学を良くし、剣術は新影流の名人。文学もでき、役に立ちますが、 帝母に育てられ気が練れていていかにも武芸といい学問といい老年のものも及ばぬ実にあのくらいの容姿はたんとあるまいこの上もないありがたいことでのう早くテルをお呼びなさい妻はいおテルやちょっとここへおいでおっと様がお帰りになったよ さあここへおいで」。ご重役でも榊原様では平勢はあまり良いなりはしないご家風で下役の者のは内職ばかりしているがなれども名船の荒い島の小袖に派手やかな帯を締めまして文金の高曲げでおしろいは屋敷だから常は薄うございますが鈴や二十歳は色盛り。 きりょよしのむすめ、おてる、おやじのまへりょうてをついて、おかえりあそばせ。はい、ここへおいで。いまおっかさまにおはなしをしたが、おあにいさんは去年あのしまつ、おまえにもはやく養子をしたいと思ったが、おやのよくめで、どうかまあ、こころがけのよいむこうと心えておったが、たけだのじゅうじろうが、 当家用紙に来てくれるように、当から話はしておいたが、ようやく今日話が整ったから、おっか様と相談して、禅は急げで結納の取り交わせをしたいが、中尾戸は高橋をもってするつもりで、嫁入りの衣装や何か、お前の好みもあろう、こういうものが欲しい、串かんざしはこういうのとか、 立派なことはいらぬが、よくおっかさまと相談して、その上で先方へも申し込むから、よいかえおてる。はい、おっとさま、わたくしに養子を遊ばすことは、もう少しお見合わせなすって。見合わせる。そんなことはありません。なんで見合わせるのだえはい。 私はまだ、あなた、養子は早うございます。それに他人が入りますと、夫様、おっ母様に孝行もできませんようになりますから、私も心配でございますから、どうぞもう四五年お待ち遊ばして。そんなわからんことを言ってはいけません。早く養子をして、うい孫の顔を見せなければなりません。 妻本当に養子をしてお前の身が定まれば夫様も私も安心する双方に安心させるのが高校だよまことにあなたいつまでも子供のようでございますあんな良い養子はございませんようちへいらっしゃってもあの凛々しいお方で本当にこの上もないお前幸せなことだよさあ はいと返事をすればすぐに結納を取り交わせるから。おてる。はい私はあの池の旗の弁天様へ養子をいたすことを3年の間願掛けをして立ちました。そんなわけのわからんことを言っては困りますよ。弁天へ行ってそう言ってこい。願掛けはいたしたが親の勧めだから。 おがんを破ると言ってこい。それでバチを当てれば、しごくわからん弁天と申すものだ。そんなわからん弁天なら、バチの当てようも知るまいから、心配はありませんよ。これ、いつまで子どものようなことを言ってどうなります。私が約束して、いまさら返骸はできません。すぐさま返事をおしなさい。これ、出る。 困りますなあ第六席、おてるが養子を取りたくないのは、すでに約束した相手がいたようです。用語解説、三つ仮名は、三人が向かい合って座ること。人だから、使いの人が見えたからということ。善衛門の妻、あなた、そうご立腹でおっしゃってもいけません。 いつまでもお前子供のようで養子をするというものは怖いように思うものだけれど私も当家縁づいた時はこんな不器量な顔で恥ずかしいことだといやいやながら来ましたがまた亭主となれば夫婦の愛情は別で夫様おっ母様にも言われないことも相談ができて結構頼もしいものだよ。よ、愛とおおいいいいよ。おいいよ 泣くのかえ前衛も「何泣くとは何事泣くということはありませんなんだ」妻「妻まあそんなに大こり遊ばすな」と無理に手を取って娘の居間へ連れて行きいろいろ言い含めたがただ泣いてばかりいて返事をいたしませんのは屋敷うちの下役に 城島三平という26歳になります美男と唐から夫婦約束をしておりました。遠くして近きは色の道でございます。相引きするところが別にございませんから。旧来うちに奉公をいたしておりました。お金という女中が上の町に団子屋をしているので、このうちの2階で三平と出会いますので。 これが心配でございますから、お金のところへ手紙を出しますと、こちらはお金が三平を呼び出しまして、2階で三つが縄で話をしております。お金、どうも、先だってはありがとうございます。あなた、あんな心配をなすっては困りますよ。お忙しいところをお呼び立て申しましたのは、困ったことができましてね。 三平毎度厄介になりまして気の毒でのう今日は急に人だから何事かと思ってきたがどういうわけだえお金どう言ったって実に困りますよどうしたらよかろうと存じましておてる様にご両親様から急にご養子を遊ばせとおっしゃるので嬢様は嫌だと言って 弁天様へ立ったとおっしゃったそうでござりますが、夫様が聞かぬので、一旦約束したから偏返はできぬというので、仕方がないから私は養子をする気はない、どんなことがあっても自分が約束したからは、どこまでも強情を張るつもりだが、夫様が腹を切るの、何のというから、いっそ身を投げて死んでしまおうか。 などと、小さいお子様のようなことをおっしゃるので困りますよ。何か言えばすぐに自害をするのなどとつまらんことを言うので困ります。私は思案に余りますからあなたをお呼び申したので。三平。ふう、なるほど。そうして、どちらからご用紙をおきん。 お嬢様のおっしゃるには、城島様には言わぬ方がよいとおっしゃいますが、あの、武田十次郎様ね、それ、あの、嫌な気のつまるお方で、私もご奉公しているうち見ましたが、偏屈な、嫌に、堅苦しいね、嫌な人で、実に困ったわけでございますけれども。 いやと言い切るわけにも行きませんから、誠に心配していらっしゃいます。三平、おてるさん、この三平は江戸詰めになりまして、間がないことで、これまでお引き立てをこうむりましたわ、実は武田の十左衛門様のご恩でござります。そのお家のご次男様が、ご養子の約束になっているものを、あなたが嫌とおっしゃれば、 何故ににくと、とそれれれれよりりことが現まますす。ば、拙者は屋敷を追い出されることになります私の身は仕方がないことでございますがあなた様のご尊夫にもすまぬことでどうぞこれまでご約束はしましたがどうぞ親子の家を背くは不幸なりあなたも世間へすまぬことになりますからただいままでのことは水に遊ばして どうかあなた武田からご養子をなすってください。実はただいままで私はお隠し申したが、国表を立ち入れますとき、男子出産して今年2歳になります。国には妻子がございますので、おてる。えー、と娘は驚きまして、じーっと。 と白島三平の顔を見ておりましたが、胸に迫って、わっとばかりに泣き倒れました。おきん、あなた、奥様があるのおや、お子さん方がお二人まだ若いのに、おや、そうでございますかね。お嬢さん、白島様がご迷惑になりますから、お嫌でもございましょうけれども、思い切って、あなた、お嫌でも、 ごを遊ばせなこのことが知れると物がたい旦那様だから金も金だ長らく勤めていながら娘を2階で相引きをさせるとは不埒な女だとおっしゃって私が切られるかもしれませんよねああいうご希少ですからねご養子をしておいて時々お会い遊ばせようそうすりゃ知りゃしませんよ あの鎌浦様のご親祖様みたいなああいうこともありますからよいじゃありませんかそう遊ばせよ三平まことに手前も夢の昔と諦めますからもしお嬢様さぞ不実なものとおぼしめすでござりましょうがこの城島三平をかわいそうとおぼしめすならあなた親御様のおっしゃる通り 武田から用紙をなすってくださいただいまも金の申すとおりお聞き済みがなければやむを得ず手前どうも切腹でもしなければならんわけでお金あなた切腹なさるとおっしゃるしお嬢様は自害などと困りますねお嬢様どう遊ばしますよおてるはい それほど城島様がご心配遊ばすことなれば、いた方がありませんから、それに、おくねに奥様もお子様もあることは、私は少しも知りません。もう身を切られるよりつろうございますけれども、あなたのお言葉でございますから、背かず武田から養子いたします。と言いながら、はーっと泣き倒れました。 第7席おテルは2人に説得されて武田十次郎と結婚しましたが偽装結婚のような生活です。おきんも三平も安心して「おきん、よくおっしゃいました。それでどうでもなります。またね、時々お会い遊ばす工夫もつきますから」とようやく身の上の相談をして おてるはうちへかえって、とくしんのうえ、たけだじゅうじろうを養子にしたところが、おてるはふってふってふりぬいてひとつねをしません。いえつきのわがまま娘、じゅうじろうは学問にこっておりますから、ふすまをへだててふけるまでしょけんをいたします。おてるはよぎをかぶってむこうをむいてねてしまいます。なれども、 じろ郎は知恵者でございますからわしを嫌うなぁと思いながらも舅の前があるから「てるやてるや」とまことに夫婦仲の良いようにしてみせますから両親は安心いたしておりますうちだんだん月日がたちますとおてるは十次郎の養子に来る前にもう身重になっておりますから9月の月へ入って 5月目でお腹が大きくなります若いうちはありうちでございますからまあまあお板はできませんものでございます。おてるは解任と気がつきましたからどうしたらよかろうどうかお目にかかり相談をしたいと三平へこまごまと手紙をしたため今日あたり金が来たら金に持たせてやろうと帯の間へ挟んでおりましたが。 どこへ振り落としましたか見えませんから。また、こまごまとみをしたため、お金に渡しますから、すぐにお金より三平へ届けましたので、9月の20日にだんご茶屋へ打ち寄ったが、この時は三平は真っ青になりました。お金、もし、城島様、実に驚きましたよ。お嬢さんは一つ根を遊ばさないので、 それだから、行けやしません。一つ寝をなされば、少しぐらい月が間違っていてもごまかしますよ。どうしたって、指の先ぐらいは似通りますから、どうでもできますの。ふって、ふって、振り抜いて、一つ寝をしないので、隠しようがありませんからさ。押して言えば仕方がないから、私は自害して死ぬばかり。私は二度と夫は持たない。 親が悪い。無理に持たせたから当たり前とおっしゃるだけで仕方がありませんよ。三平。露見してはやむを得ない。どうしても滑腹いたすまでのことで。お金。あなたはまたそんなことを言って。しようがございません。それじゃあ相談のまとまりようがございません。と。あれのこれのと言っておりますと。 折やしくその晩養子武田十次郎は伝助という下男を連れて小津軽の屋敷へ行って両国を渡って帰り御徒町へかかると十次郎だいぶ伝助道がぬかるのン伝助先ほど降りましたが良いあんばえに帰りがけにやみました 長「い間町うであったろういいえもうあなたお疲れでございましょう。小番引けから御用でいらしてあちらこちらとお歩きになってお帰り遊ばしてもすぐに下手なられますとよろしいがやはりお帰りがあるとご親祖様と同じようにご両親が話をしろなどとおっしゃるとお枕元で何か世間話を遊ばして ご機嫌をとってお帰り遊ばしても一口召し上がってゆるゆる置きばらしはできませんでまことに恐れ入りましたな。何も恐れ入ることはないわしは幸せだのう。幼年の時警吾に育てられても警吾が邪剣にもしないが気づまりであったけれど当家養子に来てからは 舅子があの通り良い方で、この上もない幸せで。伝助。ええー、私は旧来奉公いたしますが、旦那様もご神父様も、いかついことは言わないお方で、誠に私も幸せで、実にああいう方でございますから、かようなことを申しては恐れ入りますが、 若ご親祖様は少しもご奉公遊ばさない世間をご存知がない方でございますからなあなたがお疲れのところへご両親様のご機嫌をとってお長くいらっしゃるときにはご親祖様がもうお疲れだからと良いように言ってお居間へ連れ申してお好きなもので一杯あげるようにお気がつくとよろしいが あまり遅くお帰りになるのが、行為にいらぬのかしれませんが、つーんと腹を立ったように、お帰りがあってもろくにお言葉もかけないことがありますからな。いや、そうでない。ご心臓は奉公せぬに似合わん。なかなかよく心づくよ。へえ、どうも私も、旧来奉公いたしますが、 あなた様には誠にどうも何ともすまぬことで実に恐れ入ったことで私は心配いたしますがだからと申して黙っていてもどうせ知れますからな何をへえ誠にどうも恐れ入って申し上げられませんが実はあなた様に対して ご祖様がなどうもどういうものかまことに恐れ入りますなだいぶ恐れ入るが何だいへえ申し上げませんければ他かから知れますからなかえってご加盟を汚すようになりますからご両親様もまたあなたの名義を汚す一大事なことでございますから 他のお方様なら申し上げませんが、あなた様でございますから、どうか内分に願い、そこのところは世間に知れぬうち、国風がつきますように参りましょうかと存じますが、どうかご内分に、どうも何とも恐れ入りまして、恐れ入ってばかりでは、とんと、なんだかわからんが、 他のことと違って仮名に触ると、我が身はどうでもよろしいが、中根の名字に触ってはすまぬが、なんじゃか言ってくれ、よ、伝助。第八席。伝助からおてると三平のことを聞き、十二郎はお金の店へ乗り込みます。用語解説。式、謝礼のこと。 伝助、実は申し上げようはございませんが、もう往来も途切れたから申し上げますが、ご親祖様は誠にけしからん隠し男をこしらえ遊ばして、相引きをいたしますので、十二郎、ふう、嘘を言え、さような嘘をつくな、決してさようなことはありません。 世間の悪口だろうから取り上げるなよ。わしが来ましてからご親祖はちっとも他へ出たことはないぞ。弁天へ参詣に行くにも子女がつき決してどこへも行ったことはない。それがあるのでへえ実に恐れ入りますがな。ふらち至極なのはおきんと申す旧来勤めておりました。 団子じゃやおきんへえあいつが悪いのでへえ奉公して一つ鍋の飯を食いました女でございますからよく私は存じておりますが口はべらべらしゃべるがあいつが不人情でけしからんやつでお嬢様を自分のうちの二階で男と合いびきをさせていくらか指揮をとるいかにも。 心得違いのやつで「そりゃ誰がよ誰がさようなることを言う相手は何者か相手はそれはどうも城島三平というあの下役の三平で私も他の方なら言いませんがあなた様だからおとご様のお耳に入らんように」。 お計らいがつこうと思って申しますが、どうも恐れ入ります。嘘を言え、城島三平は、義義正しい男で、役は下だが、重役に勝る立派な男じゃ、人の女房と不ぎいたすような、さようなふらちなものでない。それが誠にあるので、実は昨日な証拠を拾って、 持っておりますが、開封いたしてはいすみませんが捨ておかれませんから心配して開封いたしましたが三平へ送る円書を拾いましたどう見せろどうかご立腹でございましょうが内分のお計らいを見せろどれもっと提灯をあげろ 十二郎演症を開いて、繰り返し二度ばかり読みまして、伝助、へえ、少しも存ぜぬで知らぬことであったが、よく知らしてくれた。どうも恐れ入ります。それだからあなた様がお帰りになっても、ご神祖様が快く、御酒の一口もあげませんので、どうも驚きますな。 このふみの様子では、い任いたしておるな。へえ、どうもけしからんことでげすな。団子屋の金の宅に、今晩、あい引きをいたしておるな。へえ、ちょうど今晩、あい引きいたしております。金の宅を存じておるなれば、案内しろ。へえ、いらっしゃいますか。俺が行こう。 「あなたいらっしゃっても内分のお計らいを」「たわけたことを言うな武士たる者が女房を人に取られて刀の手前このままでは済まされんから両人の居床へ踏み込んで一刀に切って捨て生首をひっさげてご両親様へ家事太り締まりの申し訳をいたすから案内いたせ」「これはどうも飛んだことを言いました」 これはどうも恐れ入さましたな,他様なれば言いませんがあなた様でございますから内分にできることと心得て飛んだことを申しました。飛んだことと申して捨ておかれるものか行け行けと言われて真っ青になってブルブル震えて伝助地べたへかかとがつきませんでひょこひょこ歩きながら案内をするうちに 団子屋の金の宅の路地まで参りました。これこれ、そこに待っておれ。長官を騒がしてはすまんから。どうか、お手打ちはご勘弁なすって。黙れ、ちょうちんを消して、それに控えおれ。へえ。十二郎は伝助を路地の表に待たして、自分一人で裏口の腰障子へ。 ぼんやり明かりがさすから小声で「お金さんの宅はこちらかえ?」と言うと2階に3人で相談をしておりましたがお金「はい魚屋でございますから入れ物がすけないのでお刺身を持ってくるとすぐに後で馬煮を入れるからお皿を返してくれろと申して取りに来ますので」 と金は魚屋と間違えて少し待っておいでよとはしご段を降りて魚正かえ今お待ちよと障子を開けてみると魚屋とは思いのほか十次郎が刀をひっさげてずーっと入りこれテルが2階に参いっておるならちょっと合わしてくれよ。いいえ。 ご神祖様は、こちらへはいらっしゃいません。いらっしゃいませんたって、参っておるにそういない。これに駒桁があるではないか。あの、それは、さっきあの、いらっしゃいまして、それはあの、雨が降って駒桁ではいけないから、草履を貸してとおっしゃいまして、バカな、たわけたことを言うな。合わせんといえば、 じきに二階へ通るぞ。はーい、どうぞ、まっぴらごめん遊ばして。どうぞ、ご勘弁遊ばして。ご神祖様がお悪いのではございません。皆、金が悪いのでございますから、どうぞ。なんだ、袖へすがってどういたすなさんか。えいっと、袖を払って、長い刀を引っさげて、二階へ、どん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 、と。 十字路を駆け上がります。これからどうになりますかちょっと一息致して。第九席へ続く。